できることから始めよう。みんなでストップザ温暖化秋田。こんにちは、ストップザ温暖化秋田マスコットキャラクターのアスピーです。アスピーのアは秋田のア、アスピーのスはストップザ温暖化のス、アスピーのピーはピープル、みんなでのピーだよ。よろしくね。こんにちは、秋田県環境美化マスコットのクリンちゃんです。私たち自らの手で美化に取り組んで、未来に向かって秋田県の環境を向上させましょう。さあ、地球の温暖化についてみんなで考えよう。クリンちゃん、地球の平均温度が年々上昇しているって話は聞いたことある？うん、でも本当に気温が上昇してるの？上昇してるとしたらどのくらい上昇してるのかな？残念だけど本当なんだ。世界の年平均気温は100年で 0.73 度、日本の年平均気温は100年で 1.21 度、秋田では100年で 1.4 度も上昇しているんだ。うわー、世界や日本の平均より秋田の気温上昇の幅が大きいなんてちょっとショックだな。あれ、でも気温が上昇したら具体的にはどんなことが起きるのかな？気温の上昇によって世界的に様々な異常気象や気象災害が起きてしまっているんだ。秋田でも雪の降る日が少なくなったと思わない？確かに。気温の上昇によって米の収量、品質の低下やリンゴの日焼けなどの影響が現れ始めているんだよ。そうなのか。この先どこまで気温が上がっていくんだろう。今世紀末の秋田県の平均気温は今より3度上昇すると予測されているよ。地球全体では最大 4.8 度の上昇が予測されているんだ。そんなに暑くなっちゃうのか。でも暑くなるだけなんだよね。雪が少なくなって暮らしやすくなるかも。それだけじゃないんだ。身近な問題として秋田では非常に激しい雨の回数が増える、雪の降る量が減ると予想されているよ。そういえば秋田でも大雨が増えているような。暑くなるだけじゃないんだね。全国的には他にもこんなことが心配されているんだよ。これは心配